ご視聴ありがとうございます。この動画は、宇宙開発シミュレーションゲーム、カーバル、スペース、プログラム、を通して、宇宙開発を楽しむ動画です。今回は、宇宙開発に絶対に必要なケプラーの異様について案内するよ。ヨハネス・ケプラーは、1571年にヨーロッパで生まれ、1609年から1619年にかけて発表した惑星の運動に関する法則、ケプラーの法則を発表したんだ。このケプラーの法則は、太陽や火星は地球を中心に回っているのではなく、太陽を中心に地球や火星が回っていることを証明したんだ。また、地球や火星は楕円運動で太陽の周りを回っていることも証明したんだ。ケプラーの法則は3つあるんだけど、第1法則、楕円軌道の法則。惑星は太陽を焦点の一つとする楕円軌道上を動く。第二法則、面積速度一定の法則。惑星の楕円速度は変化する。第三法則、調和の法則。太陽は楕円軌道の中心にはない。簡単にまとめると、太陽や火星は地球を中心に回っていない。火星や地球は太陽の周りを回っている。火星や地球は、円ではなく楕円を描いて回っている。そして、火星、地球など、惑星の速度、楕円の周期などを、数字で表すことができるようになったんだ。ということは、今、火星がどこにあって、2ヶ月後にはどこにあるかを、予測できる？そうなんだ。これで、太陽系の惑星運動が、すべてわかるようになったんだ。でもこの法則を発見するには、多くの苦労と葛藤、命を懸けた決断が必要だったんだよ。ケプラーの苦労と葛藤、決断過程を知ることで、新しい発見をすることの大変さを知ることができるよ。次回は、ケプラーがどのようにして、ケプラーの法則を発見したのかをご案内します。